い、どうもこんにちは、ニーナです。どうも、タケです。こちら今ニュージーランドに住んでて永住権に挑戦中なんですけど、この間ニュージーランドの永住権終わった、ロックダウンの後は失業するかもしれん動画っていうのを出して、うん、まあ、そのアップデートしようと思って、今のところありがたいことにニュージーランドで代行してて、うん、仕事が前と変わらずあると。そうね、フルタイムで頑張って働いて、まあ、嫁子供を養ってくれてる、うん、まあ、ただ一つね、最近の問題、まあ、大きな問題ではまだないんやけど、うん、材料がね、建築資材が手に入らない。ニュージーランド国内にもうこれないよとか、ちょくちょく話を聞くから、まあ、自分の現場はまだ影響ないってこと？ある、はい、あるけど、うちの現場は当分時間かかるから、そこまでたどり着くのに。あ、でもすでにあと1件2件って仕事が決まってるから、まあ、それに対してどういう風になるのかというのも、ニュージーランド国内にある工場が止まったりとかもしてたし、建築資材を作る工場でリストラがね、ドーンと行われたんで、結局さあじゃあ戻しましょうって時にね、全然その工場のラインが戻らないと。回り回ってちょっと影響が出てきてるってことだ、うん、そうやね。家建てるお金はある人はね、もちろんいっぱいいるんですよ、クイーンズタウンでも。お金持ちがやっぱ多いから、うん、でもそうじゃなくても、お金があろうがなかろうが、その建築資材が足りないっていう状況がこの先もしかするともっと出てくるんじゃないかなと。あ、そういうこと、うん、となった時に果たして大工さんはどこまで仕事をできるのか。怖い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 。まあまだまだその今はね、笑ってられるレベルやけど、果たしてどうなるかなっていうのはちょこちょこ、まあ耳に挟むようになってきたかな。思ってなかったところからのね、問題が出てきた、ね、そりゃそうやんけどね。のほー、ありがたいことにタケさんとこのボスは誰の首も切らんようにしていくからねって言ってくれてるの、うん、それほんまにありがたいよ ね。 そうやね、自分一人だけ外国人でさ。そう、まあ俺だけがね、タケだけがニュージーランド人じゃないと。他のやつは首になっても家族もいるし何とでもなるけど、お前だけはとりあえず仕事キープしようって話をね、前にしてくれたんで、うん、それはかなりでかいね。あ、でも安心してはないけどね、これからどうなるかわからんしね。ほんまにさ、周り見ても仕事ないとか、うん、首切られたとか、そんな話結構聞く中で、ほんまにありがたいことやなと思う。そうやね、実際ね、我々の友達も仕事がなくなって移動したりとかね、身近に起こってるから。さ、タケさんは大工さんやから、うん、仕事大丈夫なんやねとか言ってくれるさ、人も結構おるけどね、ちらほらいたけど、そういうわけでもないんやろ。でもないな。うちの近所の現場でもやっぱり仕事なくなったっていう話よく聞くし、うちのボスにもね、いろんな方面から仕事ないのっつって連絡来とるから、正直大工さんでも、まあ、何屋さんでもね、仕事失ってる人は多いと思います。世襲のなお金の状況やったりとか、うん、まあ、いろんなことが絡んでくると思うから。ニュージーランド人も移民も関係なくってことやろ。関係ないね、うん、これはもうニュージーランド人ですらもうやっぱクビになる人もやっぱり出てきてるから。で、仕事があってマジでやるかって、もうありがとう。でも引き続きニュージーランド永住権はどうなるかわからん。わからない。とりあえずまあ永住権のその審査のやつは止まったまんまやから、果たしていつ開くのかもわからんし、からない。審査始まる頃にタケさんの仕事あるんかも引き続きわからん状況。そうなったらまあ動くしかないし、動くタイミングなんやろうしね、まあ、またなんか別のこと考えようと思ってますけど、うん、というわけで無事にね、生活してはおりますんでね。調子こいちょったら首切られたわみたいな。この先みんなそうやろうけどね、まあ、どうなるかなっていう不安もあるやろうけど、まあね、みんなで頑張って乗り越えていこうっていう。乗り越えていきましょう。乗り越えて暗くなってもね、どうしようもないのでね、次にできる手をどんどんみんな打っていくしかないから、うん、うちもやけどね、できることをやっていこうぜっていう話をアップデートとして。そうだね、まあこれからもうちらのニュージーランド移住、永住権について挑戦というかね、できるだけリアルタイムでアップデートできたらなと思ってるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。高評価も忘れずにお願いします。はい、またねー、またねー。チューチュー。なんて言ったの。